4コーナー回りまして、レースは残り2周赤番です。しんがりから4番の山原さくらがじわっと動きを見せました。6番鈴木みのりは中段の位置4番手、山原の後ろ今度はどうか、3番の森美希動いています。前回は3日間とも先行しました3番の森美希、ここも先行策を取るか。ジャンで3番の森美希、森が出ました。その後ろ4番の山原さくらが車間を空けての2番手になっています。6番の鈴木みどりがさらにその山原をかわしていきました。3番の森美希が飛ばしていきます。その後ろは車間が3車身ほど開いていますが、一気に詰まってきまして、踏み合った6番鈴木と7番中島、両者が踏み合って先行争いです。1コーナーから2コーナー先行争いまだ続いていますが、6番の鈴木が主導権です。今度は3番手から4番の山原まくっていく。山原の後ろは5番の田中前が続いています。2番の石井ですが、さらにその後ろバックから3コーナーカーブで向かって先に3番手からまくり切りました。4番の山原、さらにこの後ろに乗って2番の石井博子のまくり込み、4コーナーから直線です。先まくり4番の山原さくら、山原先頭だ。しかし2番の石井博子捉えてのゴールです。あとは2着争いどうでしょうか、山原あるいは5番田中舞。